本当に来られたみたいだな。あの窓みたいな風景の一つ一つが過去や未来へつながってるのか。キョロキョロしてる場合じゃないわよ。もつれを探さなきゃいけないんだから。3回目ともなると重ねは冷静だな。けどどうやって探す？今のところ何も感じないけど。これはきっとママよ。俺たちを導いてくれてるのか。行ってみよう。うん。カイ、どうしてクロノスターミナルの中に。落ち着いて。そこはあなたたちの認識で形作られた空間、概念の世界は本来とても不安定な場所なの。恐れや不安、感情の揺らぎがそのまま場に影響して過去の記憶と結びついて怪異の姿で現れたんだわ。つまりこの怪異たちは私たちの精神的未熟さが作り出したものってこと。そう言われるとなんかカッコ悪いけど、俺たちが作ったんなら俺たちで倒すこともできるよな。あなたたち二人ならきっと大丈夫よ。だけど十分気をつけて。やっ、いや、俺たちの認識が作ったってことはこの怪は幻なのか。本物にしか見えないぞ。脳が本物と認識している以上、実在しているのと同じよ。本気で戦わないと危険だわ。よし、さすぼん。狙えるぞ。終わりだ。こいつで。やっ、てやてや、次だ。だーよ。せっ、合わせるわよ。来い。J'ai peur malheureusement que la vision de combat que je viens de faire soit que avec mon personnage qui est dans l'équipe, je parle quand même. Par exemple, je pourrais pas avoir celle d'Anami par exemple. Je suppose. Ok. Il y en a d'autres. ちょっと、まだだ。せっか、よし、それやった。いいわ、使って。こいつで巻き返すわよ。一掃できるか。いい調子だ。よろしく強化。よっ、私の力を。おやすさ。ねえ、何か感じない？ああ、頭の中がざわつくような妙な感じだ。あ、スライドあれ、OK。Il y a des objets donc, un autre combat j'imagine. この風景は2009年のあの日の旧海抜群病院。これがもつれなのね。ああ、理屈はわからないけど確かに感じる。間違いない。これを解く方法はレッドストリングス。俺たちの超能力でだよな。きっと。ええ、私も感じたわ。私たちの超能力で解けるはずよ。くっ、また怪異が出たぞ。仕方ないわ。怪異の相手をしながらもつれを解きましょう。俺たち大丈夫。私たち二人ならきっとできる。おせろん。そうでしょう、ゲイト。Ah mais d'accord, ok, ok, je viens de comprendre. Qu'est-ce que je dois faire justement ?
Bah, lui redonner ça, voilà. C'est pas celui-là que je voulais, mais c'est pas grave. Ah, c'est vraiment bien l'application par contre. Voilà, ça devrait être bon, non? Ah non, je pensais qu'il fallait que je fasse autre chose, mais ok. C'est ça, Kasane. Kasane. Anohi. Oreo tasquete crete arigato. Mada chantore itakoto nagata karasa. Nani, totzen. 11 年前、病院で俺を助けてくれたのは重ねだろ。はっきり思い出したんだ。ベルペッパーだった俺は、あの時から突然超能力を使えるようになった。俺が力に目覚めたのは、きっと、多分だけど、重ねの力を分けてもらったからじゃないかな。何それ。超能力は分けられるものじゃないわ。うん。自分でもおかしなことを言ってるって分かってるよ。でも、だとしても、あの日の出会いがあったから、俺は今も生きてるし、こうして海抜群になるっていう目標を得られた。そう思うんだ。だから、ありがとう、カサネ。俺を助けてくれて。どういたしまして。で、いいのかしら。ピンときてない顔してる。でもそれでいいよ。さて、これでもつれはほどけたよな。みんなも心配してると思うし帰ろう。ママの力まだ消えてない。もしかしてもつれは一つじゃなかったのか。だったら簡単な話、全部のもつれをほどけばいいだけだわ。だな。よし、行こう。さっきのもつれ本当にほどけたんだよな。そのはずだけど、どこかすっきりしないわね。重ねもか。何かが引っかかるんだよな。えまた出てきたぞ。あれって50年後の未来、消えたはずじゃ。この怪異はユイトを襲った。受け取って、好きにして。こっちで。はっ。Il est insupportable lui. Ok, j'en ai un. Ah,
撃が効いて今の場所が弱点か。来い。やや。もう。や。てや。ゲームは頼む。てや。ゾラ。ゲーム決めるぞ。任せろ。終わりだ。来い。だーっ！それ！OK。OK。これでもつれは全部解けたのかな？ねえ、ユイト。もし。歴史を変えられるならって考えたことはある？過去に時間跳躍してってことか。そんなことしたら新しいもつれが生まれちまうだろう。クナドゲートを消した後の話よ。もしも自由にレッドストリングスが使えたとしたら。それは、うん、そりゃ考えたことあるさ。あの時ああしていれば、ああしていなければ助けられたのかもって。後悔は消えないよ。どうすればよかったのか。俺は凪に答えてやることができなかった。なら、レッドストリングスで過去を変えたい。いや、そうは思わない。たとえ過去の何かを変えたとして、その先の未来がどうなるか誰にもわからないだろう。俺と友達にならなきゃ巻き込まれなかったかもしれない。海抜軍に入隊しなければ、憧れなんか抱かなければ。そうやってどんどん過去をいじって、あいつの人生を上書きしていくのが助けるってことなのか。凪だけじゃない。過去を変えるってことは、この世界すべての人の人生を背負うってことだ。そんなの一人の人間が抱えられるものではないわね。うん、自分の願いのほかはどうなっても構わないなんて、俺は違うと思う。まだ受け止めきれないこともたくさんあるけど、目を背けてなかったことにしちゃいけないんだ。おかしな質問をしてしまったわね。でも驚いた。いえ、安心したのかもしれないわ。私も似たようなことを考えていたから。そっか。多分昔の私なら今とは違う答えを出していたと思う。みんなと出会って少しだけ見る世界が変わったのかも。ああ、それわかるよ。俺も同じだ。俺たち実は結構気が合うんだな。そう決めつけるのは早計だと思うけど。お母さんの、もしかしてまだもつれがあるのか。でももう時間跳躍した時代なんて、いえ、考えてる場合じゃないわね。ユイト、行ける？大丈夫。脳の使いすぎかな。ちょっと疲れてきてるけど。急いだ方が良さそうね。時間跳躍したのってさっきの2つの時代だけだよ。キャラの死。他に接触した時代なんてあったかしら。C'est un peu ce que je me demandais tout à l'heure. C'est Karen, on sait pas ce qu'il allait foutre dans le passé. Enfin, il avait dit qu'il voulait aider Alicia, je crois. Arrête. Smeragi no Mon. Soda Kasane, Sajo no Toki ni mita eizo da yo. Ah, Yakumo Smeragi no. Ano Toki ni mo Motsure ga umarete shimatte ita no ne. Ah, c'est Karen, bah voilà.
元連隊長。まだ湧いてくるのね。とにかくもつれを早くほどこう。OK, alors... Du coup, comment j'ai tué ceux-là? Ah oui, si, il faut casser leur... une espèce de... Voilà, faut casser... C'est une espèce de cocon là. Oh, ouais. Oh, il est chiant lui. Ok. Il est tellement casse-couille. J'ai même pas assez de... Ah, je peux faire ça. Ils sont tellement galères à tuer ceux-là. Encore un peu le coup. Ok. Hop. Parfait. Il en reste ou pas? Non, c'est bon. Je suis en train de penser à un truc. J'ai acheté des équipements, je crois. Mais j'étais pas équipé. Oh, il y a un bâton lumineux, trop marrant. Il y avait lui aussi. Et du coup, il y avait elle. Effectivement, ce sera mieux avec, avec un petit bonus de dégâts quand même. Ça sert un peu à rien maintenant, je crois, mais tant pis. Yoshi, motsure wa... Yuito. まずい。私もこれ以上は。俺たちやったのか。これで全部ほどけたんだよな。多分。だけど何か違和感がある。カレンとヤクもスメラギ。一体どういう。くそ。意識。ユイと重ね。ママ。あ。Elle nous ramène。ここ。よかった。気がついたみたいね。私たち、無事に戻ってこられ。どういうことだ。なんでクナドゲートは消えてないんだ。それは。お疲れ様。二人ともよく頑張ったわね。もう大丈夫よ。え？だってまだ。ママ、
私たちもつれはほどいてきたわ。なのにどうして。あとは私に任せなさい。な、何を。ありがとう、元気に育ってくれて。素敵なお友達をたくさん作ってくれて。そのつながりはどんな赤い糸よりも価値のあるものよ。いつまでも大切にしてね。ママ。母さん、過去に戻るのか。戻ったら渡月が。必要なことなの。ごめんなさいね。これ以上一緒にいると辛くなってしまうから。待ってくれよ、まだ話したいことがたくさん。ママ。ユイト、カサネ、どうか幸せな未来に生きてくれますように。Ne vu où qu'elle est là, forcément ça joue encore. やっぱり今日なのね。脳は渡しても未来の記憶は渡さない。カイト、ユイト、カサネ。捕獲対象、若菜の死体を確認。死因、人格矯正装置の暴走による脳への過剰な負担と推察。不可逆な記憶全消去処置が実行されたと思われる。記憶領域へのダメージ甚大。規定の命令手順に従い、脳の回収を実行する。D'accord.そうか、お袋が時間跳躍した時のもつれが残ってたのか。ママ、自分がいる限りクナドゲートは消えないんだって。先に私たちに事情を説明してくれたのよ。二人にもおば様が話してくださった内容をメッセージで扱ってるから転送しておくね。
D'accord. Après, c'est d'un côté c'est logique, mais c'est pour ça aussi que il voulait enfin, que Yuito vous enfin, du futur voulait que Yuito du passé meure du coup. Ok. Je peux parler à tout le monde du coup? Ah, tu vois qui j'avais plus qui était là, lui. Kimuchi o koraete. Egao de omae ra to wakareta kattan da yo. Rippa na hito da ze. Il est toujours là le portail au passage. Wakana-san wa jibun ga motsure o tsukutte ru tte saisho kara wakatte ta mitai. Je ne peux pas passer. Wakana-san ga kako ni modori sono shijitsu dori o nakunari ni nareba motsure wa kiere sou desu. Mais la question que je me pose, c'est que techniquement tout ça s'est passé. Motto, on m'a dit que je suis un peu plus de temps. D'accord. Je suis un peu plus de temps. Et Karen, qu'est-ce qu'il est devenu aussi? Oh, et Sono. Qui est au Tosnaio? Betsuni Shinpai Sterun Janai. Taï no Shikiga Sagaru Karada. Bien sûr. Ouais, tout ça c'est déjà passé, et du coup, dans le futur, et c'est pour ça aussi qu'il est toujours là, je pense. Mais dans le futur, le truc est toujours pas parti, donc est-ce que justement, malheureusement, il sera pas obligé de mourir aussi. Pardon. Ah, ok. Je pense tout ce que tu dis. Ok. 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 もつれはすべて解いてきたんだな。私たちが感じたもつれ、11年前と50年後、それとヤクモスメラギの時代、全部解いてきたわ。は？ヤクモスメラギの時代に何の関係がある？俺たちがヤクモが暗殺されるところを見ちゃったせいで、多分もつれが発生してたんだと思う。 だけど何言ってんだ。確かにヤクモは事故で重傷は負ったが、暗殺なんてされてねえぞ。私たちにもよくわからないわ。だけど見たのよ、ヤクモスメラギが彼に殺される場面を。何ですって。あの時はもつれのことでいっぱいいっぱいだったけど、 確かにあれはカレン元連隊長だった。カレンはカサネの超能力をコピーしているわ。ユイト、あなたの超能力もコピーされたとしたら。いや、俺の超能力は危ないところで。あ、そうだ。カレン元連隊長はカサネの超能力と俺の超能力を共鳴させて時間跳躍をしたのかもしれない。 つまり、クナドゲートが消えないのは、カレンがヤクモの時代に時間跳躍した時のもつれが残っているから。でも、ユイトたちはもつれを見つけられなかったのよね。見つけられないものを、一体どうやってほどくの？カレンのもつれは、カレンがほどけばいい。そうだね。その通りだ。
カレンをクロノスターミナルへ連れて行って、もつれをほどかせるしかないだろうね。渡る、カレンの所在は確認できるか。そう言うと思って調べてるが、全然ダメだ。動向が一切つかめねえ。まるで消えちまったみたいだぜ。仮にカレンがヤクモの時代へ飛んだのだとすれば、カレンは過去の時代にいるということになるぞ。過去へカレンを探しに行くというのか。おい、お前たちが見たのは本当にカレンとヤクモだったのか。顔をはっきり見たんだから間違いないわよ。あ、いえ、顔を見たのはカレンだけだわ。でもあれはヤクモだよ。確かに伝承のマスク姿そのものだったし。ああ、そうだよ、マスクだ。それなら辻褄合わせられちまうじゃねえか。あ、一人で納得しないで、説明早く。そう焦らせんなって、つぐみちゃん。史実の通り、ヤクモは大怪我のせいでマスクをかぶるようになったが、事故からしばらく経った頃、急に人前に出てこなくなって、ヤクモは人が変わったようだって噂されてたんだよ。人が変わった、まさか。本物のヤクモは未来から来たカレンに暗殺され、マスクの中身がカレンに入れ替わったと。だからどうなの。結局確かめるためには2000年前に飛ばなきゃいけないのは変わらないでしょ。エベ、いや、飛ばなくていいのかも。みんな、俺の兄貴の話、映像を見たよな。兄貴が言ってただろう。ヤクモスメラギは生きている。兄さん、何を。あの方は周防の地下深くに眠り、今この瞬間も復讐の時を待ち続けているのだ。あ、ウィーだか。そうか、カゲロウと同じコールドスリープね。周防の地下にヤクモがいるなら、ヤクモに会えば真実がわかるはずだ。カレン元連隊長がヤクモと入れ替わっていたなら、コールドスリープしているのはカレン元連隊長だ。あの人がどうしてそんなことをしたのかはわからないけど、事情を話してもつれをほどくのに協力してもらおう。Je pense que la discussion sera compliquée. 一体どこで眠ってるのかしら。周防の地下深くって荒はばきくらいしかないわよね。ヤクモがいる場所って言われて、まず思いつくのはスメラギ寮だよね。でもあんな観光地に。どうなのユイト、あなたの家のお墓なんでしょう。やっぱそうなるよな。けど俺も建物の中には入ったことないんだよ。スメラギ寮の管理は代々当主が受け継ぐんだ。だから兄貴に聞けば何かわかるかもしれない。本部長ですか、話を聞いてくれるといいのですが。実はさっきから兄貴の端末に連絡入れてみてるんだけど繋がらない。拒否されてるのかもな。よし、渡る、吹雪連隊長に頼んで兄貴に事情を伝えてもらえないか。連隊長を拒否はしないだろう。オーケー、任せとけ。ただすぐ反応あるかは分かんねえぞ。ならば一旦アジトに戻らないか。ユイとも重ねも疲れているだろう。そうね、休めるときに休んでおいた方がいいわよね。ありがとう、ゲンマ。じゃあみんな戻ろうか。うん、おかえり。吹雪連隊長には連絡入れといたぜ。本部長との接触にはちょっと時間かかるかもってさ。サンキュー、渡る。ついでにカレン連隊長の状況も聞いてみたんだけど、吹雪連隊長にも全くわからないらしいわ。そうか、それじゃあやっぱり過去に。
今のところ他に手がかりもないし、スメラギ寮に入れることを期待しましょう。オッケー。許可と話さなきゃいけないことがあったような。あら、あOK. Alors, du coup, j'ai énormément envie de savoir la suite. Je pensais qu'on allait la finir aujourd'hui, mais apparemment non, puisqu'il nous reste donc, à mon avis, Karen à mettre hors circuit. Et malheureusement, je pense que seul l'affrontement sera disponible, parce que, disons que discuter avec lui était compliqué dès le début, donc je pense que ça sera très compliqué de discuter avec lui. J'ai encore pas mal... d'étapes de relation. Kagero, Yakioka, Yanabi, eux toujours pas. Ok, bon. Ce que je propose, c'est qu'on va encore faire quelques étapes de relation. Oui, encore. Et après, on va s'arrêter là, comme ça, bah, la prochaine fois qu'on lancera le jeu, on aura peut-être une étape de relation ou deux à faire, et puis ça ira beaucoup plus vite. Donc, ce qu'on va faire, déjà, on va regarder. Enfin, on va se regarder déjà, premièrement. Avant toute chose. En tout cas, ouais. Pour l'instant, vraiment, très lourd. Très lourd, très lourd. Ok, qu'est-ce qu'on a de nouveau du coup? Pas de nouvelle arme? Non. Ouais, après, on a des trucs. Ouais. Échanger outils, ok. Cadeau. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Je regarde hein, s'il y a des trucs que je peux avoir que je n'ai pas déjà donné. Ça, je ne l'ai pas donné, mais je ne l'ai pas de toute manière. Ah, ça, je ne l'ai pas donné. Voilà. Ça non plus. Ça non plus. Cadre photo naturel, bouteille rouge, bébé, fleur passionnée, ça en fait beaucoup encore pour elle. Théorie sur les pouvoirs et les outres. Étui lunettes, photo d'orage, alter semi-léger, beaucoup de trucs aussi pour lui. Hein. Sac de jeu action 100, let's go. Grande bouteille de cola. Boule de cristal d'exorcisme. Ah oui, quand même. Parfum à l'intérieur. Quartz rouge, base bleue. Hop, et voilà. Ça en fait des choses, dis donc. Alors, on va commencer par lui avec les photos. Alors, théorie... Bah ouais, on a pas mal de trucs aussi pour lui. Naruhodo. Warukunai. Ok. Il est en train de le lire du coup. Alter semi-léger. Ah écoute, fais pas chier. Il est où? Il est en train de s'entraîner du coup? Ah bah voilà. Et photo d'orage. Très stylé d'ailleurs. Par contre, sacré orage, hein. Kansha shite yatte mo ii zo.
Ok. Stylé. Donc ça c'est bon. Elle. Cadeau. Musique relaxante. あの、ごめんなさいね、ユイト。私、あなたの気持ちを考えずに、いろいろ押し付けてしまっていたわね。え、何の話だ？ほら、占いとかお守りとか。私、早くユイトと仲良くなりたくて、ついにやりすぎちゃったみたい。これからは、ユイトにとって、頼れるお母さん兼お姉さんみたいな存在になれるように、頑張るわね。D'accord. Vision combattante. Let's go. Kit de premier soin. Bah, trop bien. Bah, c'est un peu comme sa deuxième mère. Hop. Oula, la boule. Voilà. Il y a un pouvoir juste en étant disposé. C'est bon, on dirait qu'il y a plein de baki dans le... les sacs, non? Ok. Alors, il me reste... Ok. C'est de l'encens en fait, ouais. Et le dernier, le quartz rouge. Base bleu, pas trop. Hein. D'accord. Intéressant. Ok. Kagero, je crois que j'ai des trucs pour toi, non? Oui, la BD et le stick arcade. C'est la même BD qu'on m'avait offert, non? Ok, un deuxième avec le stick arcade. C'est le même que... Mais tout à l'heure, il a réussi à jouer avec Alashi sans le stick. C'est particulier, ça, dit donc. Bon, après, c'est qu'un détail, mais... Et voilà. Mais là, il a vraiment le truc du coup. Alors, donc toi c'est bon. Lucas, j'ai des trucs pour toi. Oui. Lucas, il a que des jouets. Itadakimasu. C'est pas de la bouffe, hein. C'est des jouets. Hein. C'est parce qu'on dit quand... Hein? Les gros, il n'y avait pas des gros aussi. Genre, il y avait des gros camions citernes. Ils sont où? Oh, la déception! Donc, soit là-bas, non, bon, la déception. Il a des il a viré les camions. Machine à pompe. Bon, ça, je sais où ça va finir. Voilà.
Et modèle véhicule de chantier modélisé, pardon. Et donc là, il joue avec. Ok. Là, c'est bon pour lui. Il me reste qui ? J'ai Kassané. Ok. Ok, j'ai Kassané et Alashi. Ok. J'ai rien pour Anabi, j'ai rien pour Genma, j'ai rien pour les autres. Alors, hop. Les aventures de Baki. Aïe aïe aïe. いい子でいるというのも辛いものだな。嵐がいい子。おいおい、私がいい子に見えるかい？君のことだよ、ユイト。世間の印象というのは往々にして人生の足を引っ張るものだからね。ユイトも大変だなと思っただけだよ。嵐はいつも優しいな。ありがとう。2は5。 Parfait. Bon, on va se calmer. J'aime bien le même pas en rêve. Alors, sous-culture époque. Ou époque. J'imagine que c'est époque. Le jeu m'a dit que t'aimais bien ça, donc il est où? Ah bah, tu vois. Tu le lis. C'est marrant comment ça fait. Je pensais que c'était juste une feuille, mais non, c'est marrant. Alors, cadeau. Grande bouteille de coca. De cola, pardon. Elle arrêtera de faire du traquenard. Oh putain. Oh, ah oui, d'accord. Ding. Oh yeah. Ok, il me reste. Ah, mais elle les a mis même sur la table. Oh. Putain, on dirait une alcoolique. Qui boit comme ça, sérieusement. Ah là là, Kassané. Fleur passionnée. Bah, Scarlet Nexus. Oui, mais plus tard, elle est où? Ah, elle est là. Ah d'accord, elle regarde sa plante. Bouteille rouge. Oh ouais, c'est plus un checkers. Cadre de photo naturel. Ok. Donc là, normalement, je crois que j'ai tout donné exactement. Ça commence à faire bien rempli quand même. Je suis en train de me demander un truc. Et après, on va faire quelques... Ouais, j'ai des points.
Ouah, stylé, hein. Il va me falloir 5 et 6. Ouh. Ouais, bon, on peut partir là-dessus, on va faire ça. Ok. Alors, par qui on va commencer? Oh. Qu'est-ce qu'il a branlé? Ah mais ils sont là! Ah d'accord, j'avais pas vu le bordel. Ok. Shiden encore. Il y a des bouteilles de partout, c'est terrible. Il y a vraiment des bouteilles de partout. Bon allez, Shiden. On va commencer par Shiden. En vrai, je l'apprécie bien. Et on va voir après. Shiden, これから雷雲を見に行くところだ。雷雲？もしかして嵐が近づいてるのか？っていうか、そんな時に外に出て大丈夫なのか？今回は数十年に一度と言われる大規模な雷雲が近くで発生しているらしいんだ。目の前で本物の雷を見られる数少ないチャンスだぞ。多少危険でも見逃すわけにはいかない。 そういえば俺、自然の雷って映像でしか見たことないかも。興味があるなら一緒に来ても構わないぞ。あ、donc c'est la mission。面白そうだな。お言葉に甘えて、俺も行くよ。よし。なら急いで準備しろ。のんびりしてると雷雲が来てしまうからな。なんかシデン、珍しくテンション高いな。Les fameux orages.見ろ、向こうに大きな黒い雲があるだろう。あれが雷雲だ。へえ、すごいな。雲が山みたいになってる。あの雲から雷が落ちるんだな。予報ではそろそろだぞ。一体どんな雷が見られるか。シデンって本当に雷が好きなんだな。やっぱり自分の超能力と関係あるからか。 そうだな。確かに親近感みたいなものはある。超能力の使い方のヒントにもなるからな。それに僕は雷のここで力強いイメージに惹かれるんだ。あんな風になれたらと。あとジャディさん。この強さか。確かに自然っぽいな。おねえ、セライン。落ちたぞ。 おい、ユイト、今のを見たか。こっち、フード。ああ、すごかったな。軽い気持ちでついてきたけど、これは予想以上かも。わっちか。こんなにはっきり見えるのか。おいしで、雷って超かっこいいな。そうだろうとも。恐れ言ったか。いや、なんで試練が自慢げなんだよ。 それにしても美しいな。こんな力強い光、僕も見たことがない。ああ、雲が遠ざかっていく。もう終わりかな。いやー、それにしてもすごい光景が見れたよ。そうだな。なんだ、元気ないな。 雷が終わっちゃって残念か。それもあるが、少し考えてしまったんだ。あの雄大な雷と比べて僕の力はなんてちっぽけなのか。そりゃまあ、相手は自然現象だからな。
人間の力じゃかなわないのは当たり前だろ。そんなことは分かってる。雷だけじゃない。僕は他の人間と比べても力不足だ。いつかは瀬戸さんのように強くなれると思っていた。努力すれば僕もセプテントリオンになれると。そうやってもう何年も努力を続けてきた。なのに僕にはまだ何の称号もない。ただの試練のままだ。昔より強くなれたという自負はあるが、もしかするとこれ以上の伸びしろはないのかもしれない。試練らしくないな、そんなこと言うなんて。セプテントリオンって称号がそんなに大事なのか。当然だろう。瀬戸さんと同じ海抜群で最強の証だ。それがあれば誰も実力に文句はつけられない。セプテントリオンがすごいってことに異論はないけど、称号なんかなくても嵐みたいな実力者もいるだろう。試練は強いよ。俺もそう思ってるし、仲間だってみんな認めてる。それじゃあダメなのか。僕はもっとはっきりした強さの証が欲しいんだ。誰にも有無を言わせず自分を認めさせるぐらいのな。瀬戸さんがみんなに認められていたのは単純な戦闘能力だけじゃなくて、人を動かす力があったからだ。人を鼓舞したり勇気づけたり。僕にはない強さがあの人にはあった。このマスクも瀬戸さんに追いついたと思えるようになったら使うつもりでいたんだ。でもそんな日が来ないなら僕が持っているべきじゃないのかもしれないな。そんな、せっかく瀬戸隊長が試練のために作ってくれたのに。瀬戸さんは僕が瀬戸さんみたいに強くなることに期待してこのマスクをくれたんだ。その期待に応えられない以上、僕は瀬戸さんのマスクにはふさわしくないということだ。バカ言うなよ。それは瀬戸隊長のマスクじゃなくて、瀬戸隊長がお前のために作った試練のマスクだろ。だから試練が使わなきゃダメなんだよ。瀬戸隊長みたいになんてならなくていいんだ。なんだと。俺だって瀬戸隊長に憧れてるけど、試練も言った通り瀬戸隊長の強さと俺たちの強さは違う。違ってて当然だし、それでいいんだよ。俺は俺、試練は試練で自分だけの強さを持てればさ。僕だけの強さか。新参者のくせにもっともらしいことを言うじゃないか。ちょっと偉そうだったかもしれないけど、でも言いたいことはわかるだろう。そういえば瀬戸さんもメッセージで言っていた。自分の力をもっと信じろと。瀬戸さんはとっくに分かっていたんだな、僕に何が足りないのか。僕はいろいろと余計なことを考えすぎていたようだ。雷があんなに美しいのは誰かと比べたり称号をつけてもらうためじゃない。ただありのままで世界に轟いている。それこそ僕が目指す本当の孤高の強さなんだな。元気出たみたいだな、シレン。別に元気がなかったわけじゃないぞ。ただ少し迷っていただけだ。もう迷いはない。そのマスク、試練に似合ってるよ。当然だ。これは僕のためのマスクなんだからな。とりあえず礼を言っておくぞ。お前のおかげとは言わないが、
お前と話していて吹っ切れたのは確かだ。どういたしまして。その調子ならセプテントリオンになる日もそう遠くなさそうだな。いや、僕はセプテントリオンなんて手垢のついた称号はもういらない。僕が目指すのはさらに上、頂点の頂点だ。誰かに与えられた称号なんか僕にはふさわしくない。むしろ僕の名前こそが最強の代名詞になるんだ。つまり海抜群で最強の称号が試練になるってことか。あら誰も欲しがらなそうな称号だな。それでいいのさ。僕の最強は僕だけが目指せばいい。それはそれでちょっとずれてる気もするけど、まあでも言わんとすることはわかるよ。よし、だったら俺も最強のユイトを目指して頑張るか。それこそみんなが敬遠する称号だろうがな。せいぜい頑張ることだ。サンパサンパ、オッケー。おう、masque spécial de Seto. Non, en vrai, je trouve que le perso est bien écrit au final, ça va. Arigato, Shide. Yake ni sunao da na. Ii ka, boku wa omae to nareyatteru wake janai zo. Tada, ii condition wo tamotsu no mo. Nani wo niyatsuiteru nda. Boku wa omae no souyu manuke zura ga kirai nan da. Mais en vrai, non, ça va, je trouve que l'évolution de ce personnage est bien. Ah, j'ai Yagenma. Je vais en faire une dernière et je pense qu'après, le reste, on les fera plus tard. J'ai envie de faire un habit parce que ça fait un moment qu'on n'a pas trop eu de choses avec un habit. Je crois que c'est la dernière étape de relation avec un habit en plus. Hey Yuito, juste deux de Suo no machi o aruka nai? Ah, ii yo. Ore mo chotto ikinuki shitakatta tokoro da shi. Kimari ne. Ja a iko. Parce qu'elle s'est un peu effacée, je trouve, dans l'histoire vers la fin. まだまだ平和とは言い難いけど、それでもこの街を歩いてるとなんだかホッとするな。そうだな、愛着があるせいかもしれないけど、いろいろあった後でもやっぱりスオーは落ち着くよ。私も本当に心から平和って言えるような街になってくれたらいいんだけどね。次のニュースです。海抜群病院で行われていたとされる非人道的な実験に関する新たな情報が。あ、ユイト、あのニュース。これまでに監視管理を否定していた海抜群病院の理事長柳一条氏ですが、関係者の手でリークされたデータには、柳氏の署名によって採決された倫理書も含まれていました。相次ぐ内部告発もあり、柳氏を含む関係者14名の失脚は避けられないものとみられます。この間助けた人がうまくやってくれたみたいだな。うん、これで一条家は没落しちゃうのかもしれないけどね、悪事で栄えるよりずっといいよ。花火の実家の方は大丈夫なのか？おばさんたちにも何か影響あったりとか？連絡してみたけど、お父さんもお母さんも本当に全然知らなかったみたい。それどころか私まで心配されちゃった。海抜群で何か変なことされていないかって。そっか、よかったな。うん、もしかしてお父さんたちもって思ってたからほっとした。今度顔見せに帰ろうかな。なんだ今の音。
何かがぶつかったような音だったよね。行ってみようよ、糸。あそこ見て、事故があったみたい。交通事故なんて珍しいな。すみません、何があったかご存知ですか？ああ、どうやら車の自動運転プログラムが誤作動でも起こしたらしくてな。救急隊がなかなか到着しないんだ。あんたたちは海抜群か。それじゃあ何もできないよな。ユイト、もっと近くに行ってみよう。そうだな、俺たちにも何かできることがあるかもしれない。助けてください。私が離れている間にうちの子の乗った車が事故に巻き込まれて、まだ子供が中にいるのにドアが開かないんです。エンジンから煙が出てる。このままだと中の子供が危険かもしれない。救急隊を待ってる時間はないってことだね。私たちでやれるだけのことをやってみよう。助けて。ごめんね、もう少しだけ我慢して、すぐに助けてあげるから。ロックがかかってるみたい。ユイト、念力でドアを外せる？外せるけど、乱暴にやると子供が怪我をするかも。もう少し穏便な方法で開けられるといいんだけど。わかった、じゃあ私がやってみる。どうする気なんだ？私が発火の熱でドアの部品を溶かしてみる。そうすれば簡単に外せるよね。なるほど、わかった、頼む。僕このまま死んじゃうの？大丈夫だよ、絶対無事に助けるから。私たちを信じて。少しだけ後ろに下がっててね。よし、ユイト、お願い。わかった、任せてくれ。よっと。よしよし、よく頑張ったね。お母さんが待ってるよ。お母さん、ありがとうございます。お二人とも本当に感謝してもしきれません。いえ、そんな、お礼なんていりません。お子さんが無事でよかったです。あの、助けてくれてありがとう。お兄ちゃん、お姉ちゃん。おい、見てたぞ今の。やっぱ海抜群はすごいな。さすがスカーレットガーディアンだ。え？あ、いつの間にかキャラリーが。あの、皆さん、危ないから離れてください。ちょうど救急隊が来たみたいだ。あとは任せて大丈夫そうだな。ちゃんと見届けたかったけど、この調子だとカラスが寄ってきて邪魔になりそうだし、私たちは退散しよう。さっきの花火かっこよかったよ。事故の対応なんて初めてなのにテキパキ動いててさ。え、そんなことないよ。あの子を助けなきゃって必死だったんだもん。子供を助けるために必死になれるって十分かっこいいことだと思うよ、俺は。ありがとう。あのね、ユイト、私、自分が何をしたいか分かったよ。この間から考えてた話、結論が出たってこと？うん、なんとなく固まってきてはいたんだけど、今日のことでやっと確信が持てた。私、自分の好きなものを守りたいんだ。好きって言っても特定の誰かじゃなくてね。この街が大好きなの。ここに生きてる人たちもみんなを守りたい。誰も苦しんだり泣いてほしくない。花火、そうだな、俺もそう思う。悲しい事件ばかり起きるのはもうごめんだよ。だからまず海抜群を変えたいの。おじさんたちがやったようなことが二度と起きないように。
せっかくスカーレットガーディアンなんて呼ばれてるんだしさ、その呼び名に恥じないみんなの守護者にならなきゃ。守護者か、さっきの花火みたいにだな。からかわないでよ。でもある意味その通りなのかな。人を守るって戦うだけじゃないんだよね。例えばだけど、もしいつかこの世界の怪異を全部倒しちゃっても、ああいう事故はなくならないでしょ。怪異を全部か。そんな先のことを今まで考えたことなかったけど、確かにそうだな。つまりさ、戦いは敵を倒したらおしまいだけど、人を守るって仕事に終わりはないんだよ。うん、すごいな花火。そんな未来まで見据えて考えてるなんて、幼なじみとして鼻が高いよ。何それ。まあちょっと大風呂敷広げすぎかもしれないけどね。少しずつやってみるつもり。それに私がいろいろ考えるようになったのはユイトのおかげだよ。この間まで理想なんて何もなかったもん。だけどユイトが前を走っててくれたから、追いついて隣を並んで走れるようになりたくて、そうしてるうちにようやく私自身の行きたい道が見えてきたって感じかな。俺は自分が花火より前を行ってるなんて全然思ってなかったけどな。志願兵で入ってきた俺からすれば、花火はずっと前にいて、俺は必死で追いかけてきたつもりだよ。それじゃお互い切磋琢磨しながら成長してきたってことにしとく。そういうことにしておこう。これからもお互い立ち止まらずに頑張ろうな。そうだね。やっと一歩踏み出したばっかり。ここからが大事なんだよね、ユイト。ん？どうしたんだ？あのね、いつか私が本当にユイトに追いつけたって思える日が来たら、伝えたいことがあるの。伝えたいことって？それはその時まで秘密。秘密か。全然わかんないけど、わかった、待ってるよ。うん、それでいい。ありがとう。じゃあ先行ってるね、ユイト。おい待てよ。もう聞こえてないか。ああいう勢い、花火らしいな。Oui, bon, on a tous compris. Hein. Alors, je crois que c'était le septième interlude. Ouais, Yuito, camaraderie. Itsumo, arigato. Doucement, tanda yo, kyuni. Matashi, ne, Yuito ga gambatter senaka o mite, jibun mo motto gambaranakya te omoete. Sore de, skoshi dake da kedo, seichou dekita to omou nda. Demo, sore dake ja dame da na to mo omou no. Oikakeru dake ja nakute.追い越してユイトを引っ張り上げられるぐらいになるから、覚悟しててね。Alors, danser au cinquième coup. J'aurais qui le quatrième? Ok. J'ai oublié d'avoir le quatrième. Ah. Don de poupée de Baki.ユイトの背中は私が守るよ。守れるようにもっと強くなるから。それじゃあ花火の背中は俺に任せてくれ。一緒に強くなろうな。あー、いらいよらとりばきでらみち。ほら、いや、ボーダルかもさ。え、ボーイさ。いや、vieux carton comme mieux. Bref, ok.Du coup, Hanabi, ça y est, on va sauvegarder du coup pour pas perdre tout ça. Et puis on va s'arrêter là. Du coup, potentiellement, la prochaine fois, ça sera le dernier
le dernier chapitre de l'histoire de Yuito, parce qu'il reste encore l'histoire de Kasane, il y a beaucoup de choses à voir encore, je pense. Mais quand même, hein, c'est... Ma foi, c'est... J'aime bien, franchement, je n'attendais pas à ça. Ah, c'est en rouge, du coup, quand c'est au max. Je pense que là, je vais réussir à en maxer quelques-uns en plus des autres. Je sais pas si Kasane, elle en a un. Si Kasane, elle en a un. Donc, je vais pouvoir sûrement en maxer pas mal. Donc voilà, la prochaine fois, du coup, que je streamerai, du coup, Scarlet Nexus, je terminerai tous les interludes, enfin, tous les interludes, toutes les étapes de relation avec chacun. Où je dois en avoir 3 ou 4. J'en ai 3 ici, je crois, ouais. Il doit y avoir Kaiki, ouais, il y a Kyoka encore. Manabi c'est fait. Là c'est fait. Et Kagero, il est où? Ah, il est là. Kagero aussi, ouais, c'est ça. Ok. Bon. Du coup, on va s'arrêter là.